ネルダレとゲームチャンネルへようこそ。今回は光栄武器を使えなかった僕が XP24 まで行けた理由となります。今となってはトライストリンガーで XP を更新できるようになってきましたが、実はもともと光栄武器っていうのは苦手だったんですよね。立ち位置も前衛より難しいですし、エームも難しい、そして何より我慢強くないと扱いきれないという点があったからです。まあ、よくよく考えると光栄武器って自由の動きって少ないんですよね。よく選んだなぁと未だに思います。ですが結果としてスプラ3発売からずっとトラストを使って半年で XP24 までいけたのは理由があるのかなとは思ってますね。ということで今回は光栄武器を身につけるまでにした考えや実践経験などを次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。前衛武器をがっつり使っていたのにスプラ3で光栄武器を選んだ理由ですが、単純に弓がかっこよかったっていうのがあります。本当トライストリンガーを選んだ動機ってこれだけなんですよね。単純にスプラ3を好きな武器で楽しみたいっていうのもあったので、まあ、これが一番の理由となります。まあこれはトライストリンガーに絞った理由っていうところでもありますけどね。ですがスプラをするなら勝ちたいっていうのも僕自身ありましたので、好きという動機以外にも大事にしたものがあります。それは自分の立ち回り方や癖です。スプラにおいてですが、良くも悪くも熱くなりやすいゲームだと思います。熱が上がるといえば聞こえはいいですが、負けがついたりすると周りがよく見えなくなって負の連鎖が起きます。スプラは負けた時が一番の勝負ですからね。その時に立ち回りや癖の悪い部分というのがよく出るんですよね。その分析を先にした結果が弓だったという感じになります。この時次第ではリッターかスクスロ使いになってたっていうのは正直ありますね。実際この2つは最後まで候補として出てました。ではどんな自分分析をしたのかというところですが、大体4つほど分析しました。まず1つ目が、攻めた時であれば前に出て高いポジションを取りたがる。2つ目はルール寛容を軸に考えている。3つ目は防衛時はデスを抑えて後ろからボムやスペを使っている。4つ目は意外と前衛でも味方と敵の数が把握できてるっていうところになります。まあ、こんな感じで自分の分析をしてました。この時はキル数とかは正直気にはしてないですね。あくまで癖と特徴だけを見ているという感じです。で、この特徴を考えた時なんですけど、まあ、光栄いけるなみたいな簡単なノリで最終的にトライストリンガーに絞ったという感じです。この分析が結果として光栄で伸びるきっかけになったと思います。ストレスがあったかというと、そうでもなかったですね。前衛よりも光栄の方が活躍できそうという感じで決めました。キルとか連打は時間が解決するので、正直そこは抜きで考えていましたね。ではこの分析をしてからエスプラまで話をしたいと思います。正直キャラコンとかは前衛で鍛えていたのがあったので、徹底することを一つに絞っていました。これは圧をかけるということです。これはキルがまだ満足に取れず前に出れない時期に考えていたことですね。いやいや、前衛武器持っていってた経験者ならいけるやろと思われるかもですが、意外と無理です。そもそも光栄という武器に対して自信はありませんので、勝ち負けは普通にありました。パワー帯関係なかったですね。で、そこで安定して勝つために何をすべきかっていうところを考えたところ、味方を動かせる光栄を目指したわけです。光栄がキルを取れれば一番いいんですが、それは高望みですし、まあ、自分の自信が失われる原因にもなりますよね。でも攻撃をしないのは良くない行動なので、敵に圧をかけて味方がキル、または自分がアシストを稼げるように考えたわけです。それが圧をかけるとなったわけですね。これは結果的にトライストリンガーの手数と圧の相性が立ち回り的にマッチしましたね。圧をかけるにはメインだけでなくサブスメも使えます。さらに立ち位置も考えないといけません。圧をかけるという言葉は一つですが、考えることは多かったなとよく思います。ただこのおかげもあってエスプラまではスムーズにいきました。
もともとのキャラコンはありますが、この考え方はとても大事だったなと思いますね。キルという活躍だけではなく、キルをチームとして取れるために何をするのかっていうのは非常に大事なことです。メインだけではなく、メガホンやポイズンといった邪魔を意識した立ち回りの基礎が出来上がったのは、これが要因だと思います。ちなみにですが、この圧をかけるっていうのは未だに課題になっている立ち回りとなっています。キルの精度は上がりましたが、今でも相手の動きは良くなっていますので、圧をかけて押し込むっていうのは基本に近いもので大事ですね。この動きを覚えてからはエスプラ20までは楽しくいけたように感じます。さて、シーズン2が始まって X マッチが始まりました。振り返ってみると、 X マッチは慣れとの勝負でしたね。というのも、 X マッチのスタートは2000ぐらいで、パワー分布的に人が多い場所だったので適正になれる必要がありました。2000といってもキルに特化した人もいれば、サブスペだけを回す人、ルール関与無視など様々です。だいたいパワー帯によってその癖が強いのですが、2000くらいからはちょっと偏ったプレイっていうのが多かった気がしますね。そのため防衛が簡単に破綻したり、逆にノックアウトを決めたりと、安定した試合っていうのは多くありませんでした。試合の見直しとか反省などもかなりの数こなしていたんですけど、違う味方なら勝てたなって思う試合も中にはあり、反省するにも難しかった記憶がありますね。ここで X マッチをしていく中で感じたのが、慣れの重要性です。慣れというなら対面慣れやゲームスピード慣れとかありますが、今回の慣れは負けへの耐性となります。正直キルを大量に取ってもルール関与を一生懸命しても負ける試合は負けます。頑張ってるのに負けるっていうのはよくあることです。これに慣れないとメンタルが持たないので X マッチを避けがちになります。実際僕スプラ2では X マッチ辛くなってやめてましたからね。で、 X マッチで大事なのは、辛抱強く続けて勝ち負けに関わらずその環境に慣れるっていうことです。環境に慣れることができれば、試合中の対策、まあ例えばスペアサブですね、これに対しての質が上がってきます。それを覚える期間として続けることが一番大事なことだと思いますね。環境に関してはアップデートである程度の変化をもたらします。その環境の変化に対応できる力が継続する上でも大事になります。慣れることに慣れるように続けることが X マッチをする上で重要だと思いましたね。弓だと勝てなくて辛いとか、理不尽に煽られて辛いと思うこともありましたが、まあ、結果的には環境に左右されなくなってきたっていうのはありますね。続けていたことによる恩恵なのかなと思います。ただここでパワーが2000で話をしていますが、正直高い低いは関係ないところだと思います。僕自身も22以上でずっとプレイする期間があったりもすれば、一時的に18まで落ちて2000まで上げ直すっていうこともよくあります。ですが、続けていると自然と慣れた頃に戻ったりします。まずは焦らずに環境に慣れるのを根気強く待って頑張るっていうのが一番かなと思いますね。最後にですが、 XP24 行くときに最も効率化していたことがあります。それはキルの量産です。過去にいろんな立ち回りや思考の仕方など解説をアップしてきましたが、最終的に必要になるのはキル力だと思います。キル力というと、どんなに雑な立ち回りや上手い立ち回りだったとしても、最終的に倒せないと勝つことができないんですよね。グラドリをしたとしてもキルが取れれば逆転はできますし、ディスしたら人数不利でそこから崩れます。ただこれは裏取りが悪いっていうわけではなく、キル力が影響しているんですよね。要はいかなる場面においてもキルが取れるっていうことは安定した力につながってくると思います。実際に XP24 行くあたりではキルもそれなりに取れましたし、この頃からジェッパ狩りもよくできる気がしています。エイムの向上によってキルが取れるだけではなく、相手を抑え込むための精度も上がったように感じます。キルは大事と言いますが、立ち回りとキルの両立ができてこそパワーは安定するなと考えてますね。どっちかがそのパワー帯に足りてなければ安定はしないですし、足りていれば上のパワーでも安定すると思います。実際 XP24 あたりの時はキルを取るためにどうルール関与するか考えていました。この頃だと使いたての頃よりもキルに対してかなり考え方が変わってますし、追い込み方も以前と違うなと思いますね。
まあ、立ち回りはできたけどキルが取れないっていう時はキル視点を中心に見直すのはありだなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。光栄武器を使えなかった僕が XP24 までいけた理由はいかがでしたでしょうか。今回は武器を選んだ考え方からどういった経験をしてきたのかまとめましたが、どうだったでしょうか。僕自身 FPS をちょっとかじってきたり前作をプレイしていたので多少は楽できたなという部分はあるかと思います。ですがスプラで勝つにはスプラの知識がいりますし対策も必要です。それを見つけるにはどうしても時間がかかると思いますので、皆さんも根気強く続けてみるといいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。